はい、こんにちは、イペです。今日はですね、テーマは利回り。不動産投資をしているとですね、一番よく聞く言葉だと思います。この物件は利回りがいいから、買ってもいいんじゃないかなというようなです、ね、情報だったりですとか、投資のですね、サイトを見ていると年間利回り何パーセントとかですね、そういうのも載っていたりします。まあ、そこでですね、今回じゃあそもそも利回りって、何なのと、どういう計算方法をして何パーセントという数字になっているのというところですね。まあ今更なかなかちょっと聞きづらかったり、する方ですとか、復習のためにですね、あ、そうだよねみたいな形で聞いていただくのも、いいかと思いますので、お付き合いいただけたらなと思います。まずですね、利回りとはですね、投資用の不動産購入した際にですね、購入費用がありますよね。この購入費用を、1年間で何パーセント回収できるかというのがですね、利回りと言われています。まあ、今少しですね、分かりにくかったかと思いますけども、全体を、いくらいくらで買いましたよと、まあ、仮にですね1000万円で、買いましたよという物件に対してですね、月々の家賃、まあ、大体じゃあ10万円だとしましょう。月々の家賃が10万円で、入居さんが入られている物件についてはですね、1年は12ヶ月ございますので、10万円かける、12ヶ月1年間でですね120万円の、収益を、上げることができます。まあ収益といっても前半はまあ回収と、お考えいただけたらと思いますけども、その120万円がですね、購入金額1000万円に対して何パーセントなのかと、いうことですね。ですので、単純にこの120万円をですね、1000万円で割るという計算になります。まあ、ですので、この場合ですね、利回りは 12% ということにですね、なります。利回りはまあ高ければ高いほど見た目も良くてですね、いいんじゃないかなと思いますけども、じゃあこの利回りですね、なぜ高いといいか、先ほども申し上げた通りですね、一番はまず回収がですね早くできるという点ですね。仮にですね利回りが 10%の物件ですと、1年間に回収できる金額はですね、購入金額に対しての 10% になるわけですから、これをですね、10年間同じ状況で保有し続ければですね、10%×10 で 100%、 要するにですね、一番最初にかけた費用をですね、10年間でこうまるっと回収できるというわけですね。まあ、もちろん税金だったりですとか、入居さんの入れ替えでこう中のリフォーム代だったりとか、その他もろもろかかってくるようなですね、まあ、火災保険だったりとかも必要にはなってはきますけども、単純にはですね、そういうような考え方で、いいのかなと思います。ですので、ね、10年経った後はですね、仮にそのまま持ち続ければですね、入居さん、入ったままであれば、そこから入ってくる家賃に関してはですね、もう最初にかけた分の回収は終わっていますので、ずっと入り続けていく。またですね、売却する場合なんですけども、すでに購入金額はですね、家賃で全て回収ができているわけですから、まあ、極端な話をしてしまうと、いくらで売却しても利益になるわけですね。まあ、売却時の税金、まあ、大体 20% ぐらいと、言われていますけども、まあ仮に1000万円で買った物件ですね、価格が下がっていて800万円でしか、売れないとなってしまった際にもですね、こう回収できていればですね、800万円で売れば、まあ、単純に800万円の、利益に、つながるというわけですね。まあそういった意味でもですね、かなり分かりやすい指標になることからですね、利回りと、不動産投資のですね、業界ではかなり言われています。まあ今どうでしょう、まあ、名古屋をメインにですね、僕もいろいろ見させていただいてますけども、まあ、名古屋ですと今だいたいこうよく売れる物件
でですね、利回り、まあ、年間の利回りですね、だいたい 8% から 10% というものがですね、多いんじゃないかなと思います。まあ、12% ぐらいのものになってくるとですね、まあ、の問い合わせだったりですとか、あの競合もかなり増えてくるんじゃないかなと思っていますけども、この利回り、よくインターネットに載ってる情報の中でですね、注意点が一つございます。あの現状利回りと言われるですね、表記の仕方と想定利回りというですね、表記の仕方、利回りにはですね、大体この2つがございます。まあもう一つですね、ネット利回り、実質利回りというのもあったりしますけども、諸経費等々ですとか、あの管理費だったりとか、銀行さんの金利だったりとか、そういうものを引いて実際にどれだけ残るのかというものがですね、実質利回りというんですけども、まあ、あのそこはですね、また改めて違う動画でご説明させていただけたらなと思います。なんでですね、今実際に入っていて入居さんが、まあ、あの例えば10室あるところですね、8室入ってますよと、この8室入っている状態で何パーセント、まあ、仮に10部屋とも全部入っていて、全部入っているから何パーセント、というですね、表記をする会社さんと、まあ、これぐらいの賃料の平均で入っているので、まあ、満室であれば何パーセントですよと、いうようなですね、2つの表記ございます。あのこの時のですね、注意点になるんですけども、あの想定利回りと書いてある物件ですね、こちらに関してはあのどれぐらいの、空室がですね、まずあるかというところに関してですね、しっかりと調査だったりとか確認をしていただく必要が、あります。まあ、あの仮にですね、昔から住んでいる方がですね、あの数多くいらっしゃって、あの家賃がですね、今の相場よりもあのかなり高い状態で、ついているお部屋がですね、何室か、ある場合ですね、あの実際にも入っているところをですね、まず計算すると、まあ、これぐらいでしょうかという平均になったりします。それがですね、周辺の相場と比べるとかなり高い場合もございますし、こう問い合わせがあるないは別にしてですね、そこのお部屋の、賃料はですね、今の所有者さんが勝手に決められるわけです。まあ、あのいくらで募集しても自由なわけですね。仮にお家賃の相場がですね、4万円、5万円ぐらいの、まあ、地域だったりですとか、間取り、物件の状況だったとしてもですね、募集する段階では7万円、8万円と、募集することも可能なわけです。ですので、こう実際に入っていないお部屋もですね、まあ、あのここは7万円で入ればですね、想定としては何パーセントになりますよというのはですね、簡単に業者さんだったりとか、あの売り主さん側でですね、作ってしまうことができるんですね。まあ、あのあんまりべらぼうなことを、してるのもそんなに見たことはないですけども、まあ、やろうと思えばですね、できてしまうのと、あの利回りに関してはですね、簡単に 1%、2%、ずれてしまいます。あのこの 1%、2% というのはですね、それぐらいならいいんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、あのかなり大きく、響いて、きます。仮にですね、1000万円の物件に対しての 1% であればですね、金額としては10万円になるわけですね。あの10万円を何か違うもので埋めようとするとですね、結構難しいわけです。まあ、特にですね、現金で買う場合であればですね、そんなに意識する必要はないんですけども、銀行さんからのですね、借り入れをしてですね、不動産を買う場合にはですね、金利というものをですね、払わなくてはいけません。まあ、あの住宅ローンだったりとか、あのそういうものであれば、今どうでしょう、 1% を切って 0. 何パーセントみたいな、ことになっていることもですね、よく聞くことではありますけども、まあ、あの投資法というとですね、そうもいきません。あの 1. 何パーセントとか、まあ、あのたくさん持たれたりとか、あの銀行さんとですね、お付き合いかなりある方に関してはこう低く低く設定していただいているところもあるかと思いますけども、あの少し前にですね、ニュースになったようなですね、属性言い方だったらもうパン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 貸しますよみたいな、銀行さんに関してはですね、本当にちょっと前までどうでしょう、 4% ぐらい、 4% 前後ですね、金利として、かかってましたよというのがですね、実態だったりします。
先ほどのですね、説明した利回り、ここにですね、借り入れに対して返済する額についているですね、金利、これをですね、引くこともですね、利回りの計算の後にはですね、大切なことになってきます。仮にですね、10% の利回りだったとしてですね、金利がですね 2% だったとするとですね、どちらも年間の、利回りと年間の金利になりますので、そのまま 2% 引けばいいわけですね。ですので手元に残るのが 8% という計算になります。返済比率だったりとかそういうところを計算してですね、銀行借り入れというのをですね、こうじゃあ15年20年、伸ばす、こともできます。違う動画でもですね、ご説明させてもらってますけれども、いわゆるキャッシュフロー、入ってくるお金に対してですね、返済する額の比率、ここをですね、どういうふうに担保していくかというところもですね、不動産投資やる際にはですね、重要なポイントとなってきます。ですのでこの利回りとですね、キャッシュフロー、他にもいろいろ状況はございますが、まずはですね、一番わかりやすいところ、利回りというものについてですね、本日は簡単に説明させていただきました。ちょっとですね、まだついてないので、何か余談的なお話しさせていただけたらなと思いますけども、この利回り業者さんによっては、無理やり上げた状態でですね売りに出している物件も、ございます。そういったですね、物件、大体ですね僕らが見ると分かったりはするんですけども、個人の方だったりとか、これから始められるような方ですではですね、ちょっと分かりにくい部分もあったりするかと思いますので、信頼できるですね、不動産業者ですね、見つけていただきまして、そのあたりアドバイスいただくと、いいんじゃないかなと思います。はい、本日はですね、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録ですとか、いいねよろしくお願いいたします。イペイでした。